今日の試合90分振り返っていかがでしょうか。まあ本当に1試合も落とせない状況で、まあ、試合に臨んだんですけど、まあ、ちょっと開始早々から入りが悪くて失点してしまって、まあ、本当にやってはいけない試合をしてしまいました。その中で特にアウェーの試合ではなかなか結果が出せていない状況というのも続いていますけれども、そのあたりというのはいかがでしょうか。そうですね、まあ、それも試合前から分かっていたことで、まあ、監督からもそういうアウェーでの勝ち点というのを絶対取ろうということで入ったんですけど、まあ、また勝ち点3逃してしまって、また同じことを繰り返してしまったので、まあ本当今日は情けないですね、はい、ただリーグ戦はまだ残っています。今後に向け一言お願いいたします。まあ、昇格がの可能性がある限り僕たちは戦い続けるので、まあ、もう一回来週ホームの試合でしっかり勝てるようにまた準備しておきます。ありがとうございました。